1956年、建築家フランク・ロイド・ライトが高さ1マイル、約1.6キロの超高層ビルの建造を計画し、世界一高いビルになるはずでした。その高さはエッフェル塔の5倍です。しかし多くの批評家がライトを嘲笑し、何時間もエレベーターを待ったり、さらにはビルの自重で潰れると言ったのです。技術者もそう考え、有名な計画であったものの、建造されなかったのです。 けれども現在、世界中で次々と高いビルが建てられ、高さ 1km を超える超高層ビルも計画中で、サウジアラビアのジッダタワーはエッフェル塔3つを重ねた高さです。もうすぐライトの1マイルビルも実現しそうです。なぜマンモスビルは70年前に建てられなかったのか、そして現在、高いビルをどうやって建てているか、 どんなビルの建設でも各階は構造上その上の階を支えなくてはなりません。ビルを高くするほど下の階がより上層階から受ける重みは大きくなります。建物の形は長い間この原理の制約で古代の建築家のピラミッド型を好みました。広い底部が軽い上部を支える形です。しかし都市の構想デザインには不向きです。これほど高いピラミッドの底は幅が1.5マイルとなり、 都市部ではススペースが足りませんそこでコンクリートなどの高強度の材料が非実用的な形を回避してくれるようになりました現代のコンクリートは高繊維で強化され吸水ポリマーがひび割れを防いでくれますドバイにある世界一高いビルブルジュ・ハリファのコンクリートは1平方メートルあたり8,000トンの重さに耐えられますアフリカ像1,200等分の重さです ビルが自重を支えられたとしても、地盤がこれを支える必要があります。基礎工事なしでは、ビルはその重さで沈んだり、傾いたり、倒壊してしまいます。約50万トンのビルが沈まないように、192本のコンクリートと鉄でできた杭が、50メートルの深さに埋まっています。杭と地盤の間の摩擦力で、ビルが支えられているのです。 沈めようとする重力のほか横に倒そうとする風の力にも耐えなければなりません普通の日でも風はビルの壁に1平方メートルあたり最大 8kg の力を及ぼすことがありますこれはボーリングボールの重さに相当します空気力学的な設計では中国の上海タワーのようにこの力を最大で4分の1まで減らせますまた、ビル内外の台風設計によって、 残りの風力を吸収します。ソウルのロッテワールドタワーのように、これほど手を尽くしても、台風時、最上階では、1メートル以上も前後に揺れたりします。風による揺れを防ぐため、高層ビルの多くには、TMD、精神装置と呼ばれる、何百トンのおもりが設置されています。例えば、台北101では、87階に巨大な金属球が吊るしてあります。 風が吹くとこの玉が揺れビルの揺れを吸収します玉がビルの揺れに合わせて動くと玉とビルの間の水圧シリンダーが運動エネルギーを熱に変えビルを安定させますこうした技術の結集により巨大なビルが安定して立っているのですしかし大きなビル内を素早く移動するのも大変ですライトの時代 速いエレベーターでも時速 22km でしたが今ではもっと速く時速 70km 以上です今後は摩擦のない磁石をガイドレールにすることでさらに速くなりそうです運行を制御するアルゴリズムが乗客を目的地ごとにグループ化し必要な場所に乗客とエレベーターを確保しますライトの1マイルビルの計画以来高層ビルは大きく進化しました 昔は無理だと思われたアイデアが実行可能な建築技術となったのです高さ2マイルのビルさえも時間の問題かもしれませんこれらのビデオでもっと学びませんかチャンネル登録をお願いします新しいことを知るチャンスです